本当に思い起こせばいろんなことがございましたね。どうも、僕です。よろしくお願いします。こんにちは。そうですね。まあ、あとですね、2時間20分で7月に迎えるということで、皆さん、明日は東京行きます。嘘です。いや改めて申し訳ございませんでした。いろいろありましたね、本当に。やったーって。 <laughs> これ嘘じゃないやつだでもあのちょっと7月2日に僕ちょっとお誕生日会するからいなかったらごめんなさい何 <laughs> でおめえらにさ配信できない日で謝らなきゃいけないのか僕はちょっと意味が分からんけどこうやって1ヶ月こうやり続けてねあのー、思うけどもまあちょっとそういうこともあるとまあその日はできねえかもなっていうぐらいに思っといてくれれば配信で言わえよ <laughs> 家族を巻き込むな <laughs> そうなんですよなんと6月ですね僕毎日配信を続けてねちょっと思うことがありましたもう正直にちょっとお前らには嫌われてしまうようなことも言ってしまうかもしれんけど正直に言ってもええ <laughs> 毎日配信して、まあ、正確には1つ枠が消えてるんですけども秒も切り捨てて枠が消えたのと動画投稿と動画を撮るのにつくっ使った時間と秒単位を切り捨てて214時間配信してるということが分かりました 214時間まあ配信して思ったんですよ毎日続けて毎日すんのは割と疲れる <laughs> 普通に <laughs> 正直ちょっと今日配信したくないなって日もあったかもしれんねやっぱねそういう時はしっかり休んだ方がいいなっていうのには思ったねうん少ないぞで少なかないでしょ言うけどお前サムネとか考えたりとかさタイトルとか入れたりとかいろいろあんだからこっちも時間がよ そうだね。うん。じゃあ、お前らに陰キャ営業したことをすごく反省してる。ごめん。俺、ちょっとパリピアから、これから。陽気になっていくわ。<laughs> 社会人は平日頑張ってんだよ。で、いや、毎日あんな大変だよ、本当に。うんうん。東京行き明かす。いや、それはとはまだ話は別。うーん。ああ、今年いっぱい DM 開放しないって言ったけど、配信のネタとか確かに来ないのは困るなというふうには感じてます、個人的に。 まあどうするかわかんないけどね、陽キャ営業してくれよって。<laughs> っていうほど <laughs>、あの、ごめんなさい、本当のことを言うと陽キャではないんで、ちょっと難しいですけど、<laughs> ちょっと強がってみた。せっかくだから1ヶ月前の配信見直そうよって、いや。<laughs> いや。<laughs> あんとき荒らしてたやつらどこ行ったんやろもう飽きたんかなボロボロにされた。<laughs> あのまあいろんな感情やったやつもおるのは分かってるけど大半が荒らしてたんじゃないかなっていう単純にで飽きたんじゃねえかなってボロボロに侵されたん何もコメントしてせずに見てたよお前らはそうやったんかもなこうやってはおいん <laughs> れるコメント欄を眺めながらそういう <laughs> しょうがないんや悪いとこいっぱいあんねん俺にも 俺はめっちゃバカにしてたよって。いや、しょうがない。バカにされてしょうがない。<laughs> それは正しい。バカにされるのはもうしょうがない。もうバ,バカです、僕が。長い1ヶ月だったかもな。いや、もう経つんかと思うけど、一番、やべえ、これ、毎日しようと思ってるけどっていうのがさ、6月半ばぐらいにさ、あと半分、毎日してたらどっかで無理が出てくるんじゃないかみたいなさ、<laughs> すげえ不安あったわ。 またやろうぜって1ヶ月毎日やっぱりねもうなんか何日かちょっとまあ僕5月も言うて4日ね東京行ったのも込みでねしか配信しなかった日ないんやけどさちょこちょここうやって裏でゲームしたり漫画喫茶行ったりする日が欲しいわそんな日があるから東京行くんだろええー、別になんかじゃあ今日何するか家で引きこもってましたっていうのと別に外行くみたいな別に1日で東京行けるとは思ってねえけどさそんな日があっても 婚活しようぜーってまあ、婚活もおいおいなもう36も半分過ぎるかまだ2ヶ月か <laughs> どうなんやろでもこうやって自分をこうやって1ヶ月さ振り返ってみるとさまあもしもうあのこういうキモいとか言うやつもおるしあれやけどさもう俺結婚するっていうことがもし今後可能なんやったら共演者の方か多分あの見てくださってる方の中の誰かになるんやろなって思うよも正直に言うとないやキモってうわーって言うけどさ冷静に考えてやで じゃないいや共演者とかないけど、ま、活動者の方とかなそうなるんじゃないそれだけは嫌シワシワになって言わせてください <laughs> あのど努力したり歩み寄ったりあの生活能力身につけてまで結婚したくないも <laughs> 正直な気持ちも荒れるかもしれないけど僕もそう僕もそう思うんですやっぱ本心で。 じゃあ無理だなーって受け入れてくれる人がおるかもしれんやんじゃあ結婚しなくていいよまあお前ら的にはしてほしくねえか <laughs> こんばんは見ないうちに坊主になってますねー <laughs> こいつさ本当にさ見てなかったと思う「おえちゃんこんばんは見ないうちに坊主になってますねでこれ煽りに来たんか本当に知らんなんかどっちだと思う本当に知らんくてこんなコメントできる何で坊主なってんのじゃない普通知らんだら <laughs> <laughs> 信じた方がええかなお前らのこともっと信用して俺 <laughs> 説明してあげてあっちゃんいつものやったげて <laughs> うーんまあ1ヶ月ねこんなことになったんです僕1ヶ月前にちょうどうーんどっちでも面白いようんうん うん、あの別にあっそ,、まあうん、<laughs> そううまあうんあっそうなんですそういうことはあったんですす,すいませんすいませんでしたそうあのさっき来た初見さんに言うとあのコメント見てだいぶ察したかと思うんですけどあのよかったらこれからもたまに見ていただけたらと思います1ヶ月ぶりなんです申し訳ないんですけどこんなことになってあのよければはいうんもういなくな <laughs> あいつ何しに来たんやコメントあれただけやねえかや <laughs> うん冷やかしやったんかもうちょっと静け変わる前に言いてえさ言いてえけどさなんかさちょっとさ甘、まあ、い,いわ <laughs> もうなんか言い訳になるしいや言って楽になろう なんかお前ら生でした生でしたとか言うけどさ僕はちゃんとあのそのなんかお前らじ19歳と生でしたとか言うけどしてねえからな19歳とそんなうん <laughs>、まあ、そ,それはさ最初そういう熱をやめてほしいわ <laughs> なんかそういうことになってるみたいなそれは人によって変えてるっていうかちゃんと <laughs> もちろんあのそ,、ね、もうもうそういうのも言いたかったけど前は 人によっても今までの経験や俺の7年あってその後の前何年前からやわらんけどあのそ,その時期から考えてって話よだって嘘つかれてんやもう捏造されてんやもんいやスルースキル上げてこいだスルーしたらそういうことにさせられるやん勝手にそうそう,そうなんかそれは捏造だよっていう言いたかったの、うんもうあままあもう俺7月になったら触れ合うからなそんななああんま今日だけでなっち なんか俺19歳の人と生としたみたいになってるのおかしいからやめて <laughs> あと僕はちょっと <laughs> だってそうクソ <laughs> まあねっ焦ってるやんってだって何言うてもあんかなあって思ってたけどまあいろいろありましたね立ち回り下手だねって <laughs> うん <laughs> まあ俺の中にもいろいろあるんだよっていうの分かってくれればそれでいいんです。 あと2分で日付変わるぞありがとうございます6月乗り切れました本当に無事に何て言うかもうあんまこんなこと言いたいけど言いたくないけど俺6月にワンチャン死んでたと思うから本当に助かる <laughs> なんか時代とかなんかもうもう扱い違ったら俺ワンチャン死んでたと思うからマジで助かるいや死ぬ気はなかったけど本当になんか一歩間違えてたら死んでた可能性あるんちゃうかなってぐらい怖かった1ヶ月乗り切れるなぁなんとかなる あよかったねよかった怖いこと言うな,なんかまあねまあな,ないけどもちろん本当になんかいろんな方向にこういろいろなんか転がり方悪かったらてめっちゃ運悪かったらみたいなこっからだよてまだまだこっからか飛ぶぞーまあ言われたもんなハサミで髪の毛切り出した時はマジで死ぬんちゃうかなみたいな <laughs> あん時つらかったーなんか顔やばかったって言うけどやっぱそういうのって表情に出るんやねなんか追い詰められたりとかさ目が決まってたようでねほんまに切り出したえぐいひでえ話だぜほんとに。 二十四時なるぞ、日付変から七月突入です。いくよ、まだ七月だぞ。三、二、一、はい。七月でーす。ありがとうございます。<laughs> ちなみに、ジャンプした七月一日の二秒ぐらいやった。三って言うたら、もうゼロになってた。<laughs> ごめん、<laughs> 正直言うとちょっと遅かった <laughs> <laughs> いやありがとう見てくれてありがとうなここまでほ当とに <laughs> うん何する <laughs> っておお女でも探しに行くかー <laughs> って <laughs> いや、いいです。<laughs> まだいいです。ちょっと何も髪の毛伸びるまで、ちょっと、まあ、考えられないっていうか。